どうも皆さんこんにちは、ミネットです。さて今回からですね、スプラトゥーン2までね、3ヶ月、約3ヶ月あるんで、ちょっと今日からスティック操作を禁止したいなと思います。やっていきましょう。ジャイロ操作でいきます。今日から3ヶ月間めっちゃ頑張りますよ。さすがにね、もうねずっとやってたんですけど、もうさすがにスティック操作じゃ限界があるなと、いい加減 S プラスに上がりたいぞということでですね、もう一番手っ取り早いのがもう間違いなくもうジャイロ操作になれることだなと、もうこうちょっとね悟ってしまったんですよ。今から本気で、ジャイロ操作鳴らしていきます。あと3ヶ月のうちに何としてでも S プラスに上がります。よし、まず1人、あー記念すべき1人目なんだ。あしゃい、オッケー、チャージャー外せ、ナイス外した、ありがとう。このまま帰ろうか、一旦帰るか。ちょ、ジャイロ操作してるときめっちゃ肩こるんよな。待って、チャージャー落とさないか、あれ無理か、なんとか落としたいな。ボムで落とせねえか。適当にボム投げたら落とせるみたいなことがないかな。ないか、さすがにないか。で、いい感じなんだよな今のところな。これ結構ねジャイロ操作っぽくね、動きはね。うわー、マイクに当たった、めっちゃビビるな。どうしようかなこれ。こう動きはねめっちゃジャイロ操作っぽくなってきたなって思ってるんだけど、これ始めてからねまだ 3時間ぐらいなんだけどね、3時間ぐらいのクオリティなんだけど、まあ、慣れる人は本当に早いらしくて、ジャイロ操作3時間で慣れましたよっていうねコメントもよくもらうんですけど、俺は無理だわ。うん、これは多分ね1週間では無理だと思うんだよ。1ヶ月ぐらいかけないと無理なんじゃないかなってね、心の中で悟ってるんですよ今。もう本当に難しいジャイロ操作、多分スティック操作をね1年間使い続けてたから、その分余計に使いづらくなってるんだろうね。ちょっと後悔してます正直。もうジャイロ操作で行けばよかったなと、最初からスプラトゥーンを買った段階でジャイロ操作を練習しとけばよかったなとちょっと後悔しています。まあでもしょうがないんでね、頑張っていきます。あー待って、ボム、おー、ついで、あー3人か、それ突っ込みすぎたな。立ち回りも練習っていうか勉強しないとダメだな。でいい加減ね、レギュラーマッチでここまでぼかされてたらまずいよね。なんとかね方法あるんですよ。なんか Y ボタンと逆ボタンを押したらキュッて回転するんですけど、これをうまく利用したらスティック操作でも頑張れるんじゃないですかみたいなことを聞いたんだけど、こう滑らかなねぬるりとした感じの、これがやりたい。つまり結局のところ最強はジャイロ操作なんですね。あ待って、落ち着いて、あよかった、トルネードこっち来てなかった、あぶね、トルネード来てたら死んでたな。こういう時ジャイロ操作便利だよね。あー倒せないな、でも難しいわ。上下の時はジャイロ操作なんかな、横にエイムする時はあれなんか普通にスティックなんか、めちゃ悩むんだよー。まあまあこういう日もあるでしょ、こういう日もあるでしょ。あと10秒、ちょっとバッテリーも切れそうだ、早く飛ぼう、行くぜ。よっしゃ、行ったれ。さあもうちょっと、よいしょ、適当に投げた。一戦目これか。ね、今の試合でもう皆さんね、もうミネットってやつのジャイロ操作は絶望的だと、まあ多分ね感じられた方多くいらっしゃると思うんですけど、なんとかね僕はもうこれで頑張っていきたいと、そういう覚悟でございますよ。やっていきましょう2戦目。怖いなこれ、結構ねもうなんかもうね画面見てるだけでわかると思うんですけど、エイムがねふゆふゆしてるんですよね、浮遊感すごいんですよ。もう上下にめっちゃ揺れまくってて、もうこれでエイムは安定しないわけだなって思ってるんだけど、まあまあ最初はこんなもんかなっていうね。あー危ない、びっくりするな、さすがにビビるな。よし、なんで勘弁して、射程が足りてないんだよな、どうしようかな、こっちから行くか。オッケー、当たってんじゃん。待って、横から攻めよう。大丈夫。ナイスバリア、いいじゃん、よくないね。チャージャー厄介だな、ジャイロ操作のチャージャーさんもめちゃくちゃうまいしな。このなんだこのエイムのブレブレ感すごいな。やっぱジャイロ操作っていうのは日々の特訓の成果が現れるんだな、非常に感じますね。スティック操作にどれだけ頼りにしていたのかっていうのがよくわかる。さすがにまずい、これもう今更だけどレギュラーなんだよね。レギュラーでこれだけボコされてたら、あおおドンピシャ、焦る、さすがにガチマッチにはできないぞ、やばい。落ち着いて、落ち着きながら来ないかな。いやそっちか、落ち着いて、結構怖いぜこれ、どうしようかな、行くか攻めるか、突っ立っててもしょうがないしな、攻めるか。
いやこれ怖い。こう後ろに向くときはねめっちゃかっこよく振り向けるからジャイロ操作好きなんだけどなそれだけ好きって感じ。あー待って、さっきと同じ展開、落ち着いて、おっしゃいー、あいける2人、おっしゃいー、いいじゃん。あーちょっと、おーい、はいボム、あー待て、もうボムラしよう、あボムラしよう、ボムラだボムラ、ボムラで行ったれ。どっかいないかな、どっかいないかい、いないかい、いないかい、そうかい、行くか、攻めるか、攻めるか、よっしゃ、オーケー、いいじゃん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 、ジャイロ操作の可能性を感じている。今俺はそうこの場でジャイロ操作の可能性を感じている。いけ、攻めたれ、ふっふっ、下がろう、怖い怖い、どうしようかな、攻めるか、いや攻めようぜ、あと30秒だしな、まあ一回やられてもそんな、もう一回リスポンできるでしょ。あーでもこれ結構攻めすぎてるんだな。いやーマジか、今の今の勝てんかが、いやー飛ぶー、飛びます飛びます飛びます、ジャイロ操作マジむずいな。よしオッケー、頑張っていこう、あー怖っ、頑張って、ラスト一人ぐらいはやろうぜ、向こうも結構焦ってるはずだから。うわー最悪、俺が焦る、それやめて、あーうわー大王以下2人、よーし、まあまあジャイロ生活1日目のね動画もね今回で終わりにしたいなと思います。この試合で終わりにしましょう、頑張っていきます、勝ちましょう、結構勝ってるからね、今2戦連続勝ってるから、まあやっぱりねやっぱりそうなんですよ、縄張りバトルだと勝てるんですよ、塗りだからね、キルじゃないから。でもこれがガチマッチになってくるともう話は変わる、さすがにもう本当にねいい加減にしないとまずいんだよね。待って、これなんとか倒せないか、今のこの子、この子倒せないか、こうボムをいい感じにギュインってやったら倒せないかって思ったら向こうも同じ考えのようだな。下がったね、いやーキッズ、それナイス、いったれ、よしナイスナイスナイス、しょうがない今のしょうがないなんだあのスパショの絶望感、勘弁してほしいわ。あれもねジャイロ慣れたらね避けれるようになりますよ、頑張っていきましょう。どうしようかなこれ、よいしょ、ジャイロの優秀さをね俺はねもうスティック操作から鳴らして S プラスに上がって証明したいなと、そういう感じなんですよ。いやーでもね、あーしゃ倒せ、ナイス、オーケー、スイッチがね、スイッチがジャイロなしだったらねもう普通にスティック操作で行くんだけど、スイッチでも普通にジャイロ使えるからな、これはもう今のうちに鳴らすしかないなと倒せねえのかあの子、倒せない、あんなにぼったちだったのに倒せないのか、ボムラー、ボムラー、それと俺の感度の悪さ、頑張れ、オッケー、いいじゃねえか、いいじゃないか、さあ降りてこい、倒してやる、お、クリティカル入った、あと一発だね、さあ、溜めていこうか、インクを溜めて、いや、か、わしながら、オッケー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 、攻めていけ、攻めていけ、ダイナモさん結構なんかゆるりとしてますな、あの子、ゆるりとしてますな、ちょ、こっちから攻めていこうか、ゆっくり後ろから一気に攻め立てよう。あ、待って、それダメ。あー、タイミングの悪さよ。スプラジュータ。スプラジュータ。どうしよう。でも勝ってるからな。3戦連続勝ちたいぜ、これ。大丈夫か？ナイス大丈夫か？さあ、トルネードも入って、スパシャも入って。向こうスペシャル2人入ってるから、今がチャンス。ナイスボムラ。行ったれ行ったれ。返したれ。後出しが勝つ、このゲームは。そう、レギュラーマッチはね。行こう。よし、行ったれ。待って、このまま一気に行きたいところ。うわ、ちょっと待って、勘弁、おー、危ない、しゅ、あ、ちょっと待って、どうね、勘弁して、めっちゃ来るなぁ。がめついですなぁ。あー、待って、それはもったいないかもしれない、このボムラ。あー、でももったいなくはないな。よし、行ったれ、おっしゃい、二人倒した。ボム強えなぁ。やっぱジャイロの使うボムは強えなぁ。全然関係ねえよ。いや、ジャイロ操作でやろうと、スティック操作でやろうと、最終的に頼りになるのはね、いや、ボムなんですよ。ボムが最強なんですわ。このままね、もうどんどんボム投げていこうかな。あ、やばいな。チャージャーが落ちちゃった。降りるか。これ、ま、これ、あと一人。よっしゃ、あー、マジか。最後の一人も持っていけない。そして最後の最後の試合に負けたか、これ。あ、負けたな。というわけで、今回の動画からですね、3ヶ月間、スティック操作を禁止します。ミネットです。この辺で終わっときましょう。じゃあな。